はい、老眼戦士コネノグです。こんばんは、おはようございます。現在ですね、山下ホビーの駆逐艦700分の1吹雪を作っております。なかなか細かいキットでよくできてますね。従来のタミヤの赤作ってたんですけど、今回こちらの模型会社の作品プラモデル初めてトライしたんですが、非常に細かくですね、部品分かれてまして、作りごたえ満点だったかなと思ってます。なんか完成した時のフォルムもきっといい形になるんじゃないかなと思ってます。で、ここまでですね、生放送で、作成している様子、ちょっとご覧いただいているかと思いますが、今回は、一部、録画してたので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。はい。ここからですね、筆塗りで、仕上げ塗装入ってます。今回、エアブラシは使っておらずですね、筆塗りで、重ね塗りしてますね。ファレホーの塗料と、タミヤのアクリル系の塗料を使ってます。仕上げにウェザリングを軽くとドライブラシをかける予定です。で、普通に塗装しても面白くないんで、他の駆逐艦の参考画像を見ながら、多少ですね、船体を迷彩塗装にしています。そちらの方はですね、動画後半、中盤から後半に出てくるかなと思ってます。はい。あと筆塗りなので、あえて綺麗に全部を塗らず、ムラが出るように塗ってます。パッと見た感じ、すごい、本当に粗く、特にこの、甲板の、木材の色っていうかですね、この茶色の色が、すごいムラっ気があるような感じに出てるんですけど、重ね塗りして、あえて下の色を残すような塗り方もしてるので、今回はこういうやり方やってるので、狙い通りではないんですけど、いい感じかなと思っています。こちらのキットですね、単品ではキットのご紹介せず、戦艦系、の駆逐艦含めたキット5個をいっぺんに紹介した動画を前回上げたんですけど、デカールがついてないですね。私の、見間違いでなければデカールついてないです。ですので、旗とかないので、ちょっと寂しいですね。で、今ですね、塗ってるんですけど、もう目分量で、塗装してます。ジャーマングレーですね。ベースをジャーマングレーで塗って、その後、ライトグレーで上塗ってるんですけど、さらにジャーマングレーで迷彩してるっていう。こういう風に塗ろうかなと思ったら、この直前に気づいたという状態で、今ちょっとチャレンジしてます。ですんで、この迷彩の色の違う境界線が、ちょっとムラが出てるかなと思ってます。はい。そうそう。ちょっと映像ではわかりにくいんですけど、この山下ホビーの、模型のいいところは、この船の窓がですね、穴開いてますね、最初から。ちゃんと。しかもかなり、ちっちゃい穴ですね。以前、私、他の駆逐艦、ための駆逐艦作った時に、どの駆逐艦か忘れちゃったんですけど、自分で穴開けたんですけど、かなりですね、横のラインがずれちゃったんですよね。直線というか、ちょっと上下にばらつき出てしまって。ただ、これ、きっと最初から穴開いてるのは非常に好感が持てます。はい。で、こっからはですね、方針の、白い部分ですね。塗ってます。方針自体は、取り付けしてるので、多分、
組み立てる前に塗ってから取り付けるっていう作戦もできたかと思いますけど、今回はまあ一回砲塔砲身を一体くっつけて塗装してからこの白い色を塗ってます。ですんでよく見るとちょっと結構ばらつきが出てます。はい、左がですね主砲類ですね。これ 12.7 センチ砲ですかね。で、右が魚雷ですね。三連魚雷みたいな感じですか。で、あと環境も、塗ってます。はい。甲板ちょっとまた塗り直してるんですけど、ちょっと色明るいかなと思いつつ、まあ、こんなもんでしょうか。タミヤと違ってこちらの模型会社のプラモデル、今回自分かなり気に入りました。ですんで別のキット買ってもいいかなとちょっと思ってます。一個一個の部品は細かいんですけど、ズレもなくですね、まあ、きちっと組み上がったのが、さらに好感が持てます。まあ、こんな感じで重ね塗りをしてます。後ろも塗って、前も塗るという感じですね。はい、で、だいたい塗装終わったので、ここから組み立てていきたいと思ってます。まあ、環境を今取り付けた段階で、で、前のベースのところと後ろのベースのところを取り付けていくという、ちょうど段差になっているところですね。はい。まず下の方の長い部分から、後ろの方ですね。甲板環境を取り付けて、で、その輪に、上に慣習の、ところを取り付けてます。ちょっとこの見た目だと迷彩が、今見えましたね。はい。で、この後ですね、ウェザリング、ドライブラシ等をやってます。まあ、実際やってる様子はですね、もう生放送の様子のアーカイブを、アップしてますので、そちらの方をご覧いただければと思います。生放送まだ声入れてないんですけど、まあ、そのうち機会があれば、生放送声を入れながらやっていくのもチャレンジできればなと思ってます。ちょっと模型に集中するとなかなか声が入れられないんで、うまくいくかどうかって慣れでしょうかね。はい。まあ、いろいろチャレンジしていきたいなと思ってます。はい。ということで、もうほぼ完成、実は完成してるので、完成した状態、この吹雪、駆逐艦吹雪のご紹介もできるかなと思ってます。はい。ということで、よろしければ、次回もご視聴いただければと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。